マークしとこうと思って。ということで、AKT の窓です。タコ窓です。今回、AKT サッカー部、第2弾の動画になります。次は、神業ボレー決まるまで、帰れませんです。千点帰れま点千点千点千尋マークしとこうと思って。ということでね、一人がボール投げて、一人がボール投げて、それをダイレクトでボレーシュート。決まるまで、帰れないっていう企画です。ということでね、まあ早速ね、やっていくぞ。おります。よし、マークしとこうと思って。飛んでくるボールをしっかり見ましょう。そしたら右足を出してキックモーションに入ります。体をねじります。しっかりとボールの中心を捉えましょう。蹴った足で着手します。これがボールシュートになります。見事なボレーシュートを決めたタコマルさんにインタビューしていきたいと思います。あなたにとってのマークとは？そうですね、私にとってのマークはマークですね。今回の動画いかがでした？彼女は勝った。そうですね、そうですね。まあ私から言わせていただきますと、まあ、マークということで、すごく本当は最初はマークだったんですよ。だけどやってるうちにマークになってきて、まあ、最終的にマークってことが分かったんで、次からマークを意識するようにマークして、もっとマークしていきたいと思います。動画見てくれてありがとうございました。というわけで、次、もう言いたいことわかんないもん。とりあえず、見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、いいね、あといいね、そこに高評価も、そしていいね、はい、押してくれたらいいじゃないですか。次の動画でお会いしましょう。さよなら。りょうくんは真似しないでね。